っこよくない？はじめまして。声渋い。僕の名前は丸。あれ？マルキータクトと申します。よろしくどうぞ。担当はカウンセリングです。堅苦しく構えなくて大丈夫だから、相談なら何でも。ああ、お金の相談は困るかな。ありがとうございました。いいっす。まさかうちの学校がメンタルケアとか言い出すなんてな。ニュースにもなってるし、放置はまずいって思ったんじゃない？つか、なんだっけ名前。丸木先生。ツッコミどころ満載すぎじゃね。本当にカウンセリングできんの？リュウジ。どうも。坂本君に高巻さんだよね。それに君。なんで名前知ってんすか？鴨志田先生とそのいろいろあった生徒の何人かは前もって聞かせてもらってたから。転校早々大変だったね。強いんだね。でも無茶はダメだよ。つうか俺らに何か用すか？ああそうだった、さっき集会でも言ったけど、君たちカウンセリングに興味あったりするかな？別にねえすけど。え？いや、えじゃなくて。思ったより直球で断られたからさ。ああ、でも今ならお菓子もあるよ。食べ放題はちょっと無理だな。でもそこそこ食べられるし、どう？ちょ、バッチリ釣られないでよ。実は鴨志田先生のことで、関係性の強い生徒は必ずカウンセリングするように言われてね。一応学校側からの気遣いなんだけど。気遣いね。いきなり見ず知らずの僕と話せって言われても困るのはわかるよ。こういうのを強制でやっても意味ないし。せっかくなら君たちにも何かメリットが。そうだ、カウンセリングに来てくれたら代わりにメンタルトレーニングを教えるよ。テスト前の集中力の上げ方とか、デートの時に緊張しない方法とかさ、どうかな？どうかなって。今ならお菓子も。いや、お菓子はもういいっつの。なあ、お前どうする？まあ受けねえなら受けねえで面倒なことになりそうだしな。そうだね。本当かい？それじゃあ取引成立って感じかな。僕は保健室にいるから都合のいい時にでも来てよ。じゃあ俺らはこれで。うん、またね。ありがとう、カウンセリング受ける気になってくれて。取引した分君の力にならないとね。Thank you.